真央さんと母の日市川海老蔵。感謝でいっぱいの母の日、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの妻小林真央さんが2017年5月14日にアメブロを更新、母の日について綴った。母の日に子供たちから届きました。娘からは手作りティッシュケースも、そして子供たちからと。主人がカーネーションを、1年前の入院中も同じく母の日をしてくれたなぁと思い出しました。去年は玲香が幼稚園で作ってくれた入れ物を、今年は勸玄が幼稚園で作ってきてくれました。二人の順番の成長、ありがとうと。母の日に子供たちの成長を喜び、子供たちと海老蔵さんからのプレゼントに感謝の気持ちを綴った。ブログ読者からは、マオママは永遠にカンカンとレイカちゃんの自慢のママですよ。マオさんにとって人生で最高な母の日だったのですね。手作りティッシュケースに涙腺崩壊などのコメントが寄せられている。すべてに感謝、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。母へ、市川海老蔵。母への感謝の気持ち、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2020年5月10日にアメブロを更新。妻小林真央さんに娘麗華ちゃんと息子勸玄くんが感謝を伝える様子を綴った。海老蔵さんは母の日というタイトルでブログを更新。母の日に花を届けることは不要不急かは分かりませんが、やっぱり気持ちは伝えたい、続けて今更ありがとうとか恥ずかしくて言えない世代の男子ですが、産んでくれたことに感謝です、そして元気なことに感謝ですと母への感謝の思いを綴った。さらに、そして二人もママにというタイトルのブログでは、花冠をかぶった麗華ちゃんと勸玄くんの後ろ姿を公開。感謝を伝える、いつもありがとう、いつも見守ってくれてありがとうと伝えていましたと報告した。ブログ読者からは、可愛い後ろ姿に涙が出ました、真央ちゃんが微笑んでいる顔が浮かびます、きっと気持ちは届いていると思います、優しいお子様、ママ喜んでるねなどのコメントが寄せられている。感謝を伝える日、市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。